または、アミノ・オッター・ホセインは、イランの新ロマン主義音楽の作曲家、タール奏者、サマルカンド生まれ。母は、タジク人で、父はアゼルバイジャンからイランに移住した人だった。イランで数年間過ごした後、学問の研究のために国を離れた。最初に、ロシアに留学し、さらにドイツのシュトットガルト音楽学校に出席し、 1934年から1937年にかけてベルリン音楽大学で学んだ。そしてパリ国立高等音楽舞踊学校のポール・アントワーヌ・ビダルに個人的に指示しパリでご反省を過ごすこととなった。1935年に最初のバレエ、光の彼方絵を描いた。またいくつかの練習曲を含むピアノ曲を多数作曲している。彼は イスラーム以前のイラン文化に愛着を抱き、ゾロアスター教に改修した。その影響は、特に1947年のペルセポリス公共曲に顕著である。また1951年には、ウマルハイアームの詩による公共曲を作曲した。他の作品には3つのピアノ競争曲2つの公共曲バレエ、ペルシアの細密がシェヘラザードなどがある。 また、映画音楽も作曲し、その中には、息子のロベールオッセンの監督作品も含まれている。ありがとうございます。